皆さん、リンゴです。今回はですね、アファメーションと言霊の話ということでお話をしたいと思います。よろしくお願いします。アファメーションって、まあ、聞いたことはあるとか、実際にやっているっていう方もいらっしゃるでしょうし、あんまりよくわからないとか、一度はやってみたんだけど、なんかちょっと難しくて定着しませんでしたみたいな人もいらっしゃるかもしれませんね。今回はそんな、ちょっとアファメーションにね、なんかこう、難しさを感じているとか、なんかその人たち向けにご参考になる情報が提供できたらなと思ってこの音声を収録しています。あ、ちょっと今音がうるさいかもしれないですね。ごめんなさい。何かというと、そのアファメーションってね、まあ、流派によっていろいろあるんですけれども、僕がこうお伝えしているね、ルータイスの流派だと11のルールっていうものにのっとってアファメーションを作っていきましょうっていうことをするんですけれども、一つですね、何かそれが難しいと考えるんだったら、言葉だけでいいので、その言葉をひたすら唱えるっていうね、これはもうどっちかっていうと、アファメーションっていうよりも、言霊の領域だと思いますけれども、例えば、なんかね、感謝とかいう言葉であれば、その感謝っていう言葉をひたすらそれだけを言う。もう私はから始めなくてもいいっていう感じですね。とにかく感謝、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 感謝。とにかくもうひたすら言い続けるっていうことです。感謝、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 感謝。まあ例えば感謝ならですよ。別に感謝と言えと言ってるんじゃなくて、感謝ならなんかね、ひたすらそういうことを言うとかね、なんか、はい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 、だったらひたすらそういうことを言い続ける。で、もうそれだけを、何の前後の文脈もなく、それだけを言い続けるっていうのをですね、やってみても、やってみて、効果がどうかなっていうことを実感してみてほしいんです。これは、まあ、最低でも2週間ぐらい、できれば、まあ、1ヶ月ぐらいはやってみてほしいなと思いますね。そうすると、何かね、自分の中に少しこう変化っていうのかな。例えば、感謝、感謝、感謝っていうのを毎日ひたすらもう本当に何もある種考えずというか、頭を空っぽにして、それだけを唱えているみたいなことをするとですね、やっぱりふとした時になんか、あ、感謝っていうのがこう身につくというのかな。感謝っていうものをやっぱふとした弾みに思い出すんですよね。思い出すようになんかなってくるんですよ。感謝、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 感謝っていう言葉をずっと自分に唱え続けていると、なんかふとした弾みに、あ、感謝だっていう言葉がふっと湧いてくる。その、なんていうかな、感謝っていう言葉が出てくる、こう、回路を大きくする、太くするとでも言えばいいんでしょうかね。うん。っていうことが実際起こる。まあ少なくとも僕の体感では起こるんですよね。そうすると、今までは感謝しなかったような、ふとしたことでも、あ、なんか感謝だなっていう気持ちが自然と湧いてくる。まあ自然と湧いてくるというよりも、言葉が湧いてくるからこそ、なんか自然とね、ふと、あ、感謝っていう言葉がなんか湧いてくる。だからこそ、感謝っていう感情が、なんていうのかな、後からついてくるっていうとなんか変ですけど、感謝っていう言葉が出てくるから、あ、感謝っていう感情を今この場で湧かせてみようみたいな感じになってくる。うん、そうすると、結局、感謝してるのと同じじゃない？それって。っていう感じなんですよね。もしご参考になればと思いまして、今回はお伝えしました。